じりじりと照りつける強い日差し。新潟市中央区の関谷浜では、海で水遊びを楽しむ人たちの姿がありました。海楽しい？うん、楽しいね。うん、冷たい。ん？冷たい。あ、冷たいの？うん、暑いですね。すっごい暑くて、もう汗止まんないですね。高気圧の影響で、今日の県内は各地で気温が上昇。上越市高田では 35.2度を観測する猛暑日となりました。日中の最高気温は午後3時現在で、魚沼市小出で 34.6度、長岡市で 34.2度などを観測。28ある観測地点のうち、すべての地点で30度を超えました。また佐渡市や新潟市西蒲区では6月の観測史上最高気温を更新しています。県内は明日も気温が上がる見込みで、気象台は熱中症への注意を呼びかけています。